どうも、ホチュリマスです。ということで、今回の動画は、僕が飼育しているオオミズヘビの飼育環境を、冬仕様に変えていきたいと思います。で、オオミズヘビは水性のヘビなんで、他の爬虫類と違って、部屋の温度が適正温度でも、水温が低いと、それが原因で体調を崩してしまったりするんですよね。なので、今回は、水温を適温にすることができる飼育環境を作っていきたいと思いますんで、よかったら参考にしてみてください。それでは、早速、やっていきましょう。ということで、ここから飼育環境を作っていきたいと思います。まず使用するのが、こちらの販売されているプラケースの中では一番でかいプラケースを使用します。で、飼育ケースを用意することができたら、今度はこちらのろ過ボーイを使います。で、このろ過ボーイを使うことによって、まあ、水がきれいに保てるんで、このメンテナンスの頻度が少なくなるんですよね。なんで、まあ、使わなくても大丈夫なんですけども、まあ、水をきれいな状態を保ちながら飼育したい人とか、あとは、まあ、メンテの頻度を少なくしたいっていう方は使った方がいいんじゃないかなと思います。で、こちらの穴の部分にこのチューブを入れて、このように入れることができたら、この穴に挿して、で、好きな位置に置きます。で、置いたらこちらが吸盤になっているんで、まあ、このように置いて、これで OK。で、次に水温を温めるやり方なんですけども、ニューセーフカバーヒートナビ120っていうのを使っていきます。で、こちらは15度から35度までを設定することができて、で、このように縦の置き方とか横の置き方もできるんで、そこまで景観を崩さない、スッキリしたあまり目立たないヒーターになっております。では、こちらを開封して、この水槽の中に設置していきたいと思います。開封してみると、このような見た目をします。結構でかいですね。まあ、ダイヤル式になっていて、温度を決めることができるってことですね。画面に吸盤があるんで、まあ、横にも、縦にも横にも設置することができるって感じですね。今気づいたんですけど、このヒーターね、プラケに対応しないんで、このサーモスタットの部分がでかすぎてね、蓋に使用することができないんですよね。なのでちょっとやり方を変えて、ここの部分にもうこういう風に縦長の穴を開けて、そこにコードを通してやっていきたいと思います。で、穴の開け方はこれですね。はい、このハンダゴテを使って、もうここ全部をちょっと潰します。このようにカットすることができました。これで、このコードをこう入れてできるようになっております。では、ヒーターを設置します。このように設置できました。縦にしようか迷ったんですけども、縦になると、まあ、もし水位が下がった時に、このヒーターが出てしまうと危ないんで、一番低く設置することによって、ある程度水位が下がっても使えるようにしておきました。このようにポンプとヒーターを設置することができたら、今度は流木を入れてあげます。はい。こんな感じかな。はい、OK。流木を入れることができたら、今度はこちらの人工プランツを入れていきます。こちらはですね、ホームセンターで購入してきた、100均とかで短いのが売られてると思うんですけども、ホームセンターとかだと自分の好きな長さに切ってそれを購入することができるんで、ホームセンターでこういうのを買った方がレイアウトの幅が広がるかなと思います。まあ、こんな感じでうねうねとさせます。これで飼育環境は出来上がりました。あとはこの中に水を入れていきたいと思います。では水を入れていきます。結構雰囲気よく作れたんじゃないかなと思います。で、蓋もまあきっちり閉めることができたんで、あとはポンプとかの電源を入れていきます。はい、 OK ですね。で、水温は28度に設定しているんですけど、今の状態だとここの水温がわからないんで、水温計をこの中に貼り付けていきます。まあ、分かりやすいところなので、まあ、ここでいいかな。端とかの方がいいね。でも足とかに置いといて、で、これでまあ水温が分かると感じですね。はい。で、あとはここの水温がね、適温になり次第オオミズヘビをこの中に移してあげたいと思います。あれから時間が経って水温が20度以上にはなったんで、今からオオミズヘビをこの中に移していきたいと思います。で、今使っている LED ライトなんですけども、このライトは以前ね、アウェイクで出店した時に視聴者さんからいただいたものになります。なので商品はちょっとわからないんですけども、やっぱりね、LED を使った方が観察がしやすくなるんで、まあ余裕があればね、使った方がいいんじゃないかなと思います。で、この LED ライトね、白だけじゃなくて、このように色の変化も出すことができるんで、使っていてとても便利な商品になっております。この LED ライトをプレゼントしてくださった視聴者の方、本当にありがとうございます。で、今から、この子を、ちょっと LED ライトがね、
逆光になっちゃって暗くなっちゃってるんだけど、この工房の中に移していきたいと思います。さあいきますよ。よいしょ。ちょっと手に絡まって OK。 ということで映してみたんですけども、何やら辺りを物色してる感じがするけど、ちょっと落ち着いて向こうの方でね顔を出して休んでおりますね。でこのオオミズエビは肺呼吸なんで、こういうね流木とか何か止まれる場所がないと溺れて死んでしまうんで、なので飼育する際はこういう風に何か掴める場所を作ってあげるといいと思います。この大きさのプラケだと、まあ、このように広々と使うことができて、まあ、ヘビもあまりストレスなく飼育してあげることができるんじゃないかなと思います。でいつも餌を与えるときは小赤をねもうこの中に掘り込んで、もう好きなタイミングでこの子が食べれるようにしております。面白くない？水ヘビって、やっぱりヘビってね、他のヘビだとペットシーツとかキッチンペーパーでずっと休んでる姿とか、まあ、ほとんどそういう感じの飼育だと思うんですよ。ただ水ヘビに関して言えば、もうここで生活するシーンが見れるんで、なんだろうな、ちゃんとその子の生活が見えるというか、観察しがいがあるんですよね。もうこうやってね伸び伸びと泳いでいたり、まあ、餌を食べるシーンだったり。なんで水ヘビはね、まあ、飼育はちょっと難しいとは思うんですけども、もうすごく僕の中では飼育していて本当に楽しい種類のヘビだと思います。であとは今回購入してきたちょっと小赤がいるんで、この中にちょっと映してあげたいと思います。で今回はねこの子の冬バージョンの飼育環境を作る動画だったんで、餌を与える動画はねまた別で公開したいと思います。はい、ではちょっとこの中に小赤を入れてあげましょう。はい、このように今10匹ぐらいをこの中に放り込んで飼育しています。ということで今回の動画は、僕が飼育しているオオミズヘビの飼育環境を冬対策バージョンの飼育環境に変えるっていう動画でした。で他にもねいろんな動画出しているんで、そちらを見ていただけると嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。